はい、こんばんは、ドンチャンネルです。7月13日の夜、秋田県でね、バイク事故っていう報道です。うん、軽乗用車と衝突、大型バイク運転の男性、意識不明、秋田県。うん、12日夜、昨日ね、にかほ市の国道で、軽乗用車と大型バイクが衝突する事故があり、 大型バイクを運転していた男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは、ニカホ市平沢の国道7号です。由利本荘警察署の調べによると、12日午後9時20分頃、そうね、もうあれよね、夜よね、軽乗用車が国道沿いの店の駐車場から左折する際、 右側から走ってきた大型バイクと衝突しましたこの事故で大型バイクを運転していた男性が頭などを強く打ち意識不明の重体となっています軽乗用車を運転していた山形県遊佐町に住む59歳の会社員の男性にけがはありません現場は仁加保市役所仁加保庁舎から西におよそ1キロの片側1車線の道路です 警察が大型バイクを運転していた男性の身元の確認を進めるとともに、事故の状況を詳しく調べています。えっと、これ動画ニュースなんで、もう見て思うけどさ、えっと、まあ、車から見たら緩やかな左カーブ、あ、じゃあ、バイクから見たら、バイクから見たら緩やかな左カーブ、まあ、バイクはコーナー楽しいからさ、 スローイン、ファーストアウトとか言ってさ、あの、カーブに入る手前で減速して、出口が見えたらゆっくりピューっと加速すると、こう、車体がこう起き上がってくるみたいな挙動を楽しむんだけど、多分コーナーの出口だから加速していったんだと思うんだけど、まあドライブインからさ、軽乗用車が左折でこう出てきてたんですよね。 で、バイクから見たらさ、自分が今から走ろうとする道路を、店から出てきた軽乗用車が、塞いだっていうし、まあ、進路妨害ですよね。え、そこ、俺、今から走ろうと思ってるんだけどけ、軽乗用車が出てきてもらったらぶつかるんですけど、と思う糸間も,もあらばこそ、ドーンってぶつかったっていうことでしょうね。うん、まあ、あの、動画ニュースには、 壊れたバイクとかが映ってないのでどういう車種かも分かんないんだけど大型バイクが店から出てきた軽乗用車とぶつかりましたみたたみいな、うん、ただ道路交通法で言ったらまあね公道を走ってるバイクの進路を軽乗用車が妨害したっていうことになるんだろうけどバイクに乗っていた方は意識不明の重体軽乗用車を運転していた人に怪我はありませんと。 ああここが本当も理不尽なところでね、うん。本当だったら軽乗用車がさ、ちゃんと確認して、右見て左見て右かな、うん、してないねって安全担保しましたって言って、こう、店から、店の駐車場からコードに入れてほしいんだけど、まあ、確認漏れか、ね、見づらかったのか、 それとも異様な速さでバイクがビューンとやってきたのかはわからないけど、まあ、ぶつかった衝突したという事実だけあって、まあ、バイクの人は意識不明の重体ということなんですよね。行動ではむやみに速度を出っていうまあ一つの教訓なんだけど、ね、え命取られたらそらかなわんしね。 みたいなことを思ってしまいました。はい。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。